大谷翔平。いや、むしろ良かったっす。ドジャースの大谷翔平は24日、ナショナルズ戦の試合前に取材に応じ、銀行詐欺容疑で米司法当局から訴追された水原一平元通訳に関して言及した。記者からの友を失ったという感情はあるかとの質問に、失ったそれ以上にチームメイト、支えてもらっている人たちがたくさんいると、むしろそっちの方がありがたいと感じる面が多いと語った。親友の喪失感よりも仲間、チームへの感謝を口にした。水原通訳が解雇され、大谷とのコミュニケーションが取りやすくなったというチームの声は多い。ロバーツ監督も緩衝材がなくなったと表現した。本当は通訳はいない方が面と向かって話せるから印象としてはプラスなのかも。チームメイト全員のサポートはもちろんだけど、一番のサポートは奥様とデコピンだね。いなくなった途端に緩衝材がなくなったとか言われるのくさ。24億円盗まれてるんだから、友でも何でもないよな。大谷にとって一番は野球に専念できることだからね。ピンチはチャンス。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。